星会の談笑は森岡博之による星会の紋章、星会の戦記の短編小説集。これまでに早川書房から3冊が刊行されている。森岡の代表作、星会の紋章、星会の戦記の番外編となる短編小説。本編では描かれないアーブの誕生から星会本編までの歴史上、重要なエピソードや、 登場キャラクターにまつわるエピソードを中心に描かれている。また、超外伝とタイトルについたセルフパロディものも存在する。SF マガジンに不定期掲載されることが多いが、それ以外にアニメ、ゲーム、ドラマ CD 関連の商品に収録されることも多い。また、同人誌で発表されることもある。後に発売される文庫本には書き下ろし作品が収録されている。 一部の作品は、ドラマ CD 化やアニメ化が行われた。誕生のみ、アニメとして制作されている。2000年4月7日に、ワウワウにて放送された。ビデオ、DVD が発売されている。接触、現在、ヘイドン、ドートモが、下記の CD ドラマ6作と共に2006年に、FM 大阪により、ネットラジオとして放送された。現在は、同年死去した、 鈴置宏隆が出演した星会シリーズの遺作となった。君臨誕生がラジオドラマに先駆けて CD ドラマとして2001年にリリースされた。後に2006年にリリースされた星会の千奇2 CD ボックスに第5話同義と共に付録として収録されている。また第3話祝福が星会の紋章 CD ボックス付録。 第4話、休儀が、星会の戦記 CD ボックス付録、そして第6話、嫉妬が、星会の戦記 3CD ボックス付録として、収録された。なお、上記のドラマはいずれも2006年に、FM 大阪のラジオドラマ、星会の戦記4放送終了後に放送された。2011年2月23日には、接触、現在、平ドン、どが、 星会の談笑オーディオドラマ CD ブックウィズ正解の紋章星会の選挙としてリリースされた。2019年12月25日に発売された、星会コンプリートブルーレイボックスの A、オンストア法人特典として新規取り下ろしドラマ、CD、星会の談笑リゴラファカール陥楽の日から、が収録された。ありがとうございます。